な心うるずっとってんが悪い。なぐもか。何か用か。冷たいの。もう知らん中じゃないじゃろが。お？今度は子分連れか。なんで俺を目の敵にする。ほっといてくれねえか。なら早う東京に帰ったらどうじゃ。あ？頭、そいつは誰なんです。よう聞いてくれたの。こいつはな、東京から来たよそもんじゃ。見てみ、憎ったらしい面じゃろ。頭、もうそろそろ時間なんすけど、早く行かねえとまたブーブー文句言われますよ。バカだれ。誰が文句言おうが知らんわ。おい、ユタ、踊れ。頭に向かって偉そうな口ひよって、まだ話の途中じゃろうが。いえ、あいつもう聞いてねえみたいですけど。ほら、あのクソゲタが。今度にしましょうね。こっちは頭が行かねえと始まらねえんですから。命拾いしたの、キリュウ。じゃがの、今度会うた時が己の最後じゃ。よう覚えとけ。ったく、面倒なのに関わっちまったな。噂をすればってやつだ。ん？ちょうど今桐生さんのところに行こうと思ってたの。ちょっと頼みがあって。俺にか。なんだ。桐生さん、野球できます？まあルールくらいは知っている。そっか。飯野くんのやってる草野球チームで今日これから試合があるんだけどね、急にメンバーが足りなくなっちゃって、それで私から頼んでほしいって言われちゃったの。試合の人数合わせってことか。わかった。あんたらには昨夜から世話になりっぱなしだしな。ごめんなさい、なんか恩着せてるようで。今からすぐにってことか。うん、球場まで案内するけど、私まだ支度があるから、先にロープウェイ乗り場で待っててくれます？ロープウェイ乗り場か。すぐに追いつけると思う。ああ、わかった。クヒだ。
のどかさや小山続きに塔二つ正岡式さん、ごめんね、お待たせ。俺も今来たとこだ。ハルト君のパパ、探さないといけないのにね。邪魔しちゃったみたいで。いや、草野球の試合なら地元の人間もたくさんいるだろうしな。かえってハルカのことを聞くにも好都合かもしれない。そう言ってくれると嬉しいけど。なら行きましょう。球場まで案内する。ああ、頼む。おう、キリュウさん、よう来たの。急にメンバーが腹壊しおったんじゃ。じゃけ、宿代の代わりと思うてくれや。ああ、分かってる。飯野君、あんまりキリュウさんに恩着せがましくしないでよ。なんなら、キヨちゃん、わっとるよ。じゃけど、本人がええ言うとるんじゃけ。キヨちゃんも、そがにこいつの肩持つことないんじゃないの。飯野君には関係ないでしょ。冷たいの。おいじゃ、キリュウさんはライトの8番じゃ。じゃけど、あんまり頑張りすぎんでえわ。わしら、気軽に楽しゅう野球するのがモットーじゃけ。そう？でも相手チームはそういうつもりじゃないみたいよ。見て、キリュウさん。ん？面白いもんじゃ。のう、よくよく踊れとは縁があるの。本当に狭い町だな、ここは。キヨちゃん、あんた、なんでまたそいつと一緒なんじゃ。何？別にいいでしょ。ええわけないじゃろ。なあ、キヨちゃん、わしの気持ちはよう分かっとるはずじゃろうが。そんなうさんくさい男に近づいちゃいかんど。わしの身にもなってくれや。ああ、気色悪い声出すな、ナグモ。キヨちゃんはお前なんぞ興味ないんで。外野はすっこんどれや、バカだれ。踊れも英気になっとるんじゃなあと。もうあの店には出入り禁止じゃ。踊れ、今度キヨちゃんの店に近づいたら命はないと思うや。勝手なことばっかり。そろそろ試合じゃねえのか。あんたらのベンチはあっちだ。言われんでも分かっとる。頭、もういいじゃないですか。さあ、みんな待ってますから。おう。今日の試合は荒れそうじゃの。あんた、前に投げ元なんかあったんか。いや、ちょっとした因縁でな。それより、あいつらとはよく試合するのか。相手はヤクザだろ。ヤクザは今おった広瀬一家の3人だけじゃ。後のメンバーは仇じゃけ。それにな、南雲もあれで野球にだけは真面目じゃ。何かあってもわしが守っちゃるけ。あんたもあのバカたれは気にせんでええど。野球に関しちゃ真面目なんじゃなかったのか。あの人全員デッドボールにする気みたい。カモン、どうした、早うかかってこんか。いいのこれ乱闘じゃろが。
んじゃ腰抜けが。威勢が良かったんはガキンコロだけか。おう踊れ。それでも金玉ついとるか。松永の兄貴、次のバッター、あの桐生っておっさんす。ああ、じゃけど頭は何ムキになっとんじゃ。野球までむちゃくちゃしょったら、あの人のええとこなんもなくなるで。さあどうでもいいですよ。今日は頭乱闘しねえと収まらないみたいだし、ならとっとと終わらせて帰りましょう。ほうじゃの。大丈夫キリュウさん。南雲が狙ってんのは俺だ。もう少し俺の打順が早けりゃ、他の連中に痛い思いさせずに済んだかもな。え？ようやく本命のお出ましじゃ。今日はよう指が滑りよるけ。わしも自分の球がどこに向かうか責任が持てんのじゃ。悪気はないんで。顔面と真ん中にぶち込んだろ。見とれよ腐れ外道が。死ねえ。確かに今日は指がよく滑るな。俺も自分のバットがどこに飛ぶか責任が持てねえ。ほうか。始めますか松永の兄貴。おう。まずいでこりゃ。お遊びはここまでじゃの。よっしゃ喧嘩じゃ喧嘩。手加減なしだ。
すごい。マジか、あのおっさん。試合終了だ、ナグモ。お、踊れ。こん、カバチタレが勝手に終わらすな。お疲れさん。後で合流するわ。悪かったな、せっかくのお楽しみを台無しにしちまって。いや、ええんじゃ、キリュウさんのせいじゃないですけ。じゃけどあんた、ええ腕っぷしじゃのう。ヤクザ相手に完封勝ちじゃ。ナグモのバカタレにゃええ薬になったじゃろ。そうそう、悪いのは南雲くん。野球にだけは真面目だったのに見損なった。もううちには出入り禁止するかな。ああ、それがええわ、キヨちゃん。南雲にはもう一杯も酒飲ませたらいけんよ。ところで飯野くん、さっきの話だけど。おお、そうじゃ。キリュウさん、さっき預かっとったこの写真じゃがの。うちのチームの連中はやっぱりこの子を見たことないっちゅうとる。そうか、わかった。手間は取らせたな。この後チームで打ち上げなんじゃ。キリュウさんもキヨちゃんも一緒に来んか。いや、遠慮しとく。俺にはやることがあるんでな。この子の父親を探さなきゃならない。それなら私も遠慮してく。ほうか。じゃあアパートのことで何かあったら気軽に言うてくれや、キリュウさん。もうあんたはわしらの仲間じゃ。キヨちゃんに手出さん限りはの。ああ、わかってる。ほいじゃ。はるかちゃんの手がかり見つからなかったですね。ああ、こうなると本当に遥がこの町にいたのかも怪しくなってきたな。え、ここはそんなに広い町じゃない。その割に遥の顔を知ってる人間にまだ一人も会えてね。あいつはこの町を素通りしただけで、そんなに長い時間はいなかったのかもしれない。もしそうなら、ハルトの父親がここで見つかるとは思えないな。キリュウさん、アパートに帰るよ。服も着替えたい。あ、ならその後またうちのお店に来て。うん、一汗かいてお腹空いたでしょ。今日の埋め合わせにご馳走する。そんな気使う必要はないぞ。いいから、ハルト君のお世話もしたいし。わかった。じゃあまた後で。いらっしゃいませ。
うまいな。さ、行くか。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃい。どうぞ。ええ、
なあ、ママ。はい？この店はいつも空いてるんだな。耳の痛いこと言うな。うちだけじゃないです。ここのスナック街はもう火が消えちゃってて、昔と違って若い人はみんなよその町のキャバクラとかに行っちゃうの。やっぱり今日の感情は払わせてもらうよ。ごちそうするって言ったんだから恥かかせないで。うちにだって常連さんはいるし、女一人ちゃんと食べていけてるんだから。この店はずっと一人でやってるのか。まあそうかな。それよりまずは乾杯ね。ああ。ねえ、大丈夫ですか？例のやつ、そろそろ時間なんじゃ。いや、まだいいだろう。俺がこいつをゆっくり味わってからだ。おう、表出や、キリュウ。いい加減にしやがれ。俺にはもう時間がねえんだ。なんなら。遊び相手なら他のやつを渡れ。お前と違って俺は忙しい。おう、南雲、探しとったで。いい飲みっぷりだぜ、ハルト。え？邪魔するで。何なんです？わしは舛添組じゃ。南雲の面倒を見とりますがの。わしは組長の舛添いうもんですが。チーとママに話があるんじゃ。私に？おう、込み入った話ですけ。そちらのお客さんは外してもらえませんかの。帰れ言うとるんじゃ。あんたに指図される覚えはねえ。俺はただの客だ。気にしないで続けてくれ。ほう、じゃったら構わんが、後で吠え面かかんこっちや。キヨちゃん、すまん。え？なるほどの。評判通りの美人ママじゃ。我がこの店でみかじめ取らんのもうなずけるの、南雲。じゃが広瀬一家からうちへの上納金が遅れとるんはどういうわけじゃ。舛添の絵分、わしゃの陽明連合会直系に名を連ねる舛添組を背負っとるんで、踊れら四次団体のボンクラどもまでいちいち上納金催促すらいかんのか。踊れらがきっちり見かじめ取らんけ、金が遅れとるんじゃろうが。上納金は今うちの親父が伏せってますけ。もうちと待ってつかさい。じゃったらやることやれ言うとるんじゃ。みかじめなら払えます。ママ。いいの、よその人は構わないで。この町の問題なんだから。
ええんじゃ、キヨちゃん。これは受け取れんよ。これ受け取ったら、わしゃもう客としてこの店に来られんようになる。何しとるんじゃ、ナグモ。踊れ、わしらに恥かかせるんか。おう、マッソエの親分、わしらにはわしらのやり方がありますけ。この町の仕切りは広瀬一家に任せて使わさい。へえ、そこまで惚れとるっちゅうか。ほうか。そんじゃったら我も腹くくっとるんじゃろうな。へい、邪魔したの。今度は客として飲みに寄らしてもらいますわ。ほんますまんな、キヨちゃん。ナグモ、早く来いや。我はこれから男を見せるんじゃろうが。ごめんね、ハルト君。怖かったね。少し外の空気を吸ってくる。え？すぐに戻る。さっきからユニフォーム着た男が走り回っとる。なんじゃ？これからナイターでもやるんかの？さっきバリ大勢のヤクザが広瀬一家の前におったんよ。あんたもあそこには近づかん方がええよ。えらい形相で飯野さんが走っとったな。広瀬一家が何かやらかしたんじゃろうか。あ、キリュウさん。飯野さんか。南雲を見なかったか。もう見たで。そのことじゃ。さっき南雲がヤクザどもに引きずられちょっての、わしも今広瀬一家に助け呼びに行くとこなんじゃ。ほんまのバカだれ。弱いのにヤクザなんとなるけ小顔なことになるんじゃ。どの辺で見た？どこへ向かってた？丘の上に向かっとるようじゃった。あ、じゃよ、ケリュウさんはいかんで、南雲のことは広瀬一家に任せるんじゃ。ええの？そこまで待ってる余裕はね。いくらあんたが強い言うても、これ以上ヤクザに首突っ込んだらいけん。相手は南雲より格上の極道じゃ。しかも四五人はおったんで。分かってる。それより丘の上ってのは？ロープウェイで登った先じゃ。おいじゃが、夜はもう動いとらんけ。この時間じゃったら歩いて山道を上がっていくしかないで。ってことはつまり山の上を目指せばいいってことか。わしゃとにかく助けを呼んでみるけ。悪いことは言わん。あんたここで待っとけな。
キリュウさん。お前は。そうです、トラフルです。こんなとこで会うなんて奇遇ですね。ここ、私の実家があるんですよ。ほう、そうなのか。ただ、この辺も昔に比べて物騒になりました。まあ、カムロ町ほどじゃないですけどね。ところで、尾道でもいろいろ事件が目立つようになってしまったので、こちらでも SNS を開設したんですよ。こちらでも桐生さんに SNS の投稿が届くようになります。もし助けていただけるものがあれば、ぜひ解決に協力してください。それじゃあお願いします。尾道を良くするために頑張りましょう。